3勝目を挙げました高橋光成投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。2020年9月以来およそ2年半ぶりの完投勝利となりました。まずはお気持ちいかがでしょうか。疲れました。はい、今日はバファローズ山本由伸投手、防御率0点台同士のエース対決となりました。どんな思いでマウンドに上がりました。そうですね、やっぱり気持ちが入りましたし、そういった中で今日勝ててよかったです。今シーズン最多の125球を投じまして、6回以降は三者凡退というピッチング、今日の投球振り返っていかがでしょう。後半に向けてどんどん調子が上がってきて、制球力も良くて、最後自己最速も出たので、すごい嬉しいです。無四球というピッチングでした。僅差のリードを守り抜きましたけれども、ご自身の投球今日どんなところが良かったでしょうか。どんどん相手に向かっていく、姿勢が良かったんじゃないかなという、はい、攻めの投球ができたと思います。さあ、そして重苦しいゲーム展開の中、8回には味方の打線がつながりました。チームメイトの活躍というのはいかがでしたか。はい、いつも助けてもらっているので、はい、今日はなんとか9回投げ切れて、はい、よかったです。さあ、これでご自身としては無傷の3連勝となりました。次戦へ向けて、そして応援駆けつけたファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、今日も温かいご声援ありがとうございます。絶対優勝しましょう。みんなで頑張っていきましょう。ありがとうございました。今日のヒーローは関東勝利で今シーズン3勝目高橋光成投手でした。ありがとうございます。回を追うごとに制球も良くなってきたというね、はい、本人の当然がありましたけどね。マックスが最後の1球だったっていう、ね、あの1球がねしかも去年まで受けてもらっていた森選手に対しての導入でしたね。素晴らしかったですね。はい、先にねホームランで点を失ったんですが、はいはい、そこから崩れませんでした。いや本当そうなんですね、はい、それで最後に今優勝しましょうっていう一言で、はい、やっぱりこれはもう本当に、チームの柱になったなっていうね、はい、そうですね、そういう現れの一言ですよね。はい、はい、見事な完投勝利で今シーズン3勝目ということになりました高橋光成。ライオンズも今日は打線もね、うまくこの高橋を援護して、いやそうですね、よく逆転まで持ち込んだと思います ね、 そうですね、はい。